もっと成長するためにたくさんお勉強しなくっちゃ。こんにちは。今日もいい一日になるといいわね。ラムとレムが一緒でよかったわ。二人とも頼りになるんだから。しばらくメイドカフェのお仕事をお手伝いすることになったの。いつでも遊びに来てね。列車？ニケたちってすごく大きな竜車に乗ってるのね。こんにちは。今日もいい一日になるといいわね。ってば、へんてこな武器を持ち歩いてるのね。おいしそうな匂い。なんだかお腹が空いてきちゃった。レムに何かご用ですか？レムにできることでしたら何なりとお申し付けください。姉様をお見かけしませんでしたか？レムにできることでしたら何なりとお申し付けください。
そんなにラムのことを見つめて、いやらしい。レムを見なかったかしら。どこかで頑張りすぎてないといいのだけど。ラムに何か用？今は休憩中で手が離せないのだけど。そんなにラムのことを見つめて、いやらしい。見たことのない建造物にニケたちの不思議な衣装。誰かさんの話を思い出すわね。家事はレムに任せているわ。ラムは見守るのが仕事だもん。